浅田長市浅田良一5月18日から1958年4月8日は、大日本帝国陸軍軍人、最終階級は、陸軍中将。貴族院男爵議員。旧姓、笹森。青森県弘前で、笹森洋蔵の伊豆として生まれ、陸軍大将、男爵、浅田信沖の養子となり、1927年6月1日に、男爵を就職した。 1899年11月21日陸軍士官学校を卒業後、1900年6月22日に不評少尉に任官。日露戦争に従軍し、陸軍大学校に学び、1929年8月1日に陸軍中将に至った。その間、この F 票、第二旅団副官、この F 票第三連隊中隊長、参謀本部部員、 陸軍不評学校研究部部員、不評第57連隊大隊長、教育総監部部員、陸軍大学校教官、不評第7連隊長、第11師団参謀長、不評第33旅団長、この絵師団司令部,部、東京湾要塞司令官などを歴任した。1931年8月29日、予備役に編入。百三十二年七月十五日、 貴族院男爵議員に選出され、厚生会に属して活動し1946年4月7日まで在職した。なお、戦時中には弟、笹森淳三が塾長を務めた、東大義塾の塾長に赴任している。ありがとうございます。